怪獣。それは古より人の脅威となりし、その方向が響くとき、惨劇の幕が開く。悲鳴を上げ、なすすべもなく逃げ惑う人々。助けを求める声を聞き、ついに正義が現れる。ある者は輝ける未来を守るため、またある者はかけがえのない者を守るため、二度と戻れぬ覚悟を胸に、戦いへと赴いた。熱き正義をその身に宿した鋼の戦士たちの物語である。次回、グランブルーファンタジーロボミ、そしてロボミガイデン同時開催。君は悠久の時の果てに流れる涙を見たか。Say